何やつだ。酒井と申す。本土の武士とお見受けする。いかにも小笠田宗と申す。本土の御家人です。よくぞ対馬まで。火急の時ゆえに下文が届くとすぐに我らは出立を命じられました。志村殿から話は聞きましたぞ。この戦に加わり藩を討ち蒙古に奪われた城を取り返せばよいのですな。さようです。恐れながら人に会わねばなりません。南の門でお待ちしましょう。その後志村殿のところへ。ではうちの道具を見ていってください。陣、戻っておったのだな。百姓たちを苦しめてはおりませんか。さすが槍川、この者らは見た目よりもずっと頑丈だ。頑固でもあるがな。あなたには及ぶまい。当然だろう。少し前なら私の言葉に耳を貸すこともなかったろうに。こうして力を貸すようになったのはお主の働きのおかげだ。答えねばなりませんね。私も励まねば。たとえ対馬が蒙古に乗っ取られたとしても仏を拝んでもいいそうだ。対馬に攻めてくる前蒙古は内輪もめをつけた。武家が差し埋め俺たちを裏切りやがって。なんで寝返ったんだろう。根っからの老人だった。車輪をよく見て。よく働いておるな。誰も怠けてないか。あっしがしっかり見張ってるんですよ。道中で壊れでもしたらお城の門を壊せなくて大変じゃないですか。アザモウラの時にも使えたらよかった。あっしの荷車がお気に召さなかったなんて。酒の匂いで酔いかけた。タカのことをユナから聞きました。あっしなんかよりずっと度胸がある。タカが聞いたらきっと照れるぞ。なら、あっしも精を出さなきゃね。矢筒を新しくいたしませんか。奴らのことをずっと探してんだが、全く足取りがつかめないんだ。どうしてお前はあいつらの占領にこだわる。白い着物は綺麗で雲から作られたかと思う。黒い着物はまるで夜の真っ暗な夢のような。もしかして。いよいよだな。援軍もおる。備えは万端と言えよう。少しは休めたか。眠れやしない。中にはすまないことをした。クロードのこと、あの子も槍川も信じてる。立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。酒井様。ノリオ、新参の稽古中か。稽古ではなく、心の整え方を教えていました。武士も、槍川の戦士も、戦の前に心を静めた方がいいかと思いまして。そうすれば、世の無常も死への恐れも受け入れられるはずです。なるほどな。加わってもよいか。ええ、喜んで。助かったぞ。
御仏のご加護がありますように。お手伝いできることは？平和とは高くつくものだ。なあ、心なしか、あわわ。本当に人だったのか。ああ、どこから見ても。餌をやって世話するのも大変だったろうね。本当だって。蒙古の皇帝の玉座はこの世の真ん中にある一番高い山に置かれてる。坂井殿。小賀殿、おじ上の所在は？丘の上でお待ちだ。道中小賀家のものでお守りして進ぜよ。痛み入ります。蒙古は対馬の至るところに潜んでおる。藩を待たせる気はありません。さようか。お働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですが、クロウド。武士が全て討たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た。今こそそうしたまやかしは捨て去り、本来の掟に従うべき時に来たのだ。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。藩を討つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、おいご殿がお着きです。陣、上におる。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、藩には捕らえられて寝返るよう迫られました。藩と話したのか？捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みもそなたが耐えた苦しみも藩に償わせてくれよ。陣、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁にはそなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます、叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、計りやすく、組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、ゆえに手強く、恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。藩を討ち取りましょう、共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを討ち取り、我が城を取り戻し、
蒙古どもを島から打ち払う。志村殿に続け。進め。
血を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。どうしろ、どうしろ。あの野郎、このままでは進めない。お前が策を立て、あの兵器を壊すのだ。武士らしく、わしはここに留まり、矢面に立つ。私も行くよ。離れるな。この斧を留まれ。行け、酒井。槍を奪え。向かってる。
敗走を許すなど何か妙です。行かせた。あれじゃ犬尻だ。戦場で死ぬは誉れよ。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったので。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。蒙古は守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。私があの橋を渡り毒で殺します。愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前も獣になるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。ハーンの首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた。陣、もう結構です。
太刀のことならお任せください。また頼むぞ。陣、集中だ。速さ、やとび、力。志村様の下地で橋が修繕されてる。叔父上は策を貫くおつもりだ。犠牲が増えると承知の上で。みんなあんたを頼って集まったんだ。分かってる。半時でトリカブトを集められるか。まあわずかなら。人を頼り、集められるだけ集めろ。猛虎を毒で殺すつもり。一人で城に忍び込み、飲み物に毒を仕込む。ハーンの最後をこの目で見届けてやる。志村様に知られるよ。構わん。坂から預かってるものがあるんだ。ずっと渡せなかったんだけど、でも用心のために。無用だ。もらってやってくれ。急いで鳥兜を集めた。足りそう。これで何とかしよう。櫓に行ければ敵陣の様子を探れる。毒を仕込む案も浮かぶはずだ。手早く物見を殺さねば
矢倉から敵陣を取りたい。ネギ様、天ネギ様、すべてでこうした毒を盛る手を見つけねばな。守りが薄く潜める場所も多い。宴を開くようだ。もうこの酒に毒を漏れそうだ。死にきれぬ兵も出るだろうが、後で一人ずつ殺せばよい。杉笠衆だ。龍蔵、やはりここにおったか。守りは堅牢で火薬もある。迎え撃つ備えは万端ということか。気づかれずに酒のところへ行かねば。庭を抜けた方がよいな。宴に潜り込み酒に毒を入れる。you
場だ、ここでしょ。Terdiu, ce eu arsa? Peter ne gag arsa. Tindium bakku gij smitsima. Darling gant human sake yonda. Den nigim hutsa. Hiçbir şey. Da. Tyrdiu, ha? Solaritsa, pichadna, Tyrdia gorme. Negium harsinta. Huge wish wedge. Da. Not that that's more samurai. Sake wa asoko ni aru. Ato wa doku o ireru no mi. とするか。イネッパスタトゲ。Oh!
陣。ハーンはどこだ。北へ行った。クロードの首を取れと言い置いてな。ならば取りに来るがいい。いや、お前が助かったのは俺がハーンに頼んだからなんだよ。奴はタカを殺した。俺の仲間も死んだ。もう味方はいない。お前しかなあ。二人で猛虎を撃ってやろうぜ。今さら知れたことを言うな。俺がハーンに着いたのは探るためだったと広めろ。お前が言えばみんな黙れ。お前ほどの友はいなかった。下れ、そして報いを受けよ。それしか道はない。それは無理だ。なぜ下らなかった。おじごの手で殺されたくない。城は取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに立てば。足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。おかげで勝てたろ。民を恐れさせ世を乱してか。これは戦です。それでは猛虎と同じではないか。誉れはどこにある。誉れでは民を守れぬのです。
鎌倉に咎められることになる。だがまことお前の咎か。すべてはあの下人めの企てであろう。おじ上、九郎殿の名を捨て、この諸行の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ、お前の名は志村仁、将軍様の御家人である。わしの息子だと。お断りいたす。俺は玄人だ。では裁きを受けてもらう。何用で参った？志村様から酒を届けるよう頼まれましてね。皆さんへのご褒美だとか。捕虜の番をしておるのだ。ここから出られるわけないでしょう。グズグズしてたらお仲間に飲み干されたりして。そういえば島に着いてから水しか飲んでおらん。ならば酒がしみるでしょうね。ケンジ、何をしておる？見ればわかるでしょう。逃げましょう。逃げれば民を束ねることはできなくなる。叔父上も失望される。ここに残れば本土へ送られ裁きにかけられます。その下旨が届いたんですよ。柱にはあなたしかいないんです。ユナにもあなたしか。無事か？あなたの太刀を持って雪の中ハーンを追っとります。クロードを待ってるんですよ。お許しを。おじゅう、雅子殿、ノリオ、石川先生と大見村へ行け。俺とユナで道を開いておこう。ユナは金であなたを待つと言ってました。ご神木のそば、馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。物見の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたら足も逃げます。よく来てくれたな。おいしく飲んでやらせます。手をしたせいか焼けた肉の匂いがしなくなった。クロード様がやらぬおかげで島は袋の山です。もうこは言った。そう、殺し方がもう人じゃないんだ。
猛虎だ。影。酒井殿が逃げたぞ。清水にまで探すのだ。逃がすな。我らも探しましょうか。守りきれず進まなかった。